これでやっと心置きなく戦えるか。ベジータも連れて行けたし。意外だな。分かっていて見逃すとは。当然だ。私の興味はすでにあいつにはない。お前の真の力にある。楽しみだ。私の完全体の強さを知る時が来た。見せるのは本当の力だ。なくなった。殺せ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空様は貴様を倒すために修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。何？いい退屈しのぎができそうだ。となったな。そいつが完全体か。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。準備運動はこれくらいでいいだろう。
相当に体力が低下してしまったようだな。先祖とやらを食うがいい。孫悟空、さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。メッタ、なんだと。降参だ。おめえの強さはよくわかった。ほら、もうやめとく。貴様、本当に降参する気か。おめえの出番だぞ。生意気なガキだ。すっかりその気か。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端に死ぬことになる。見せてみろ。ここだ。
さあどうした、痛いだろう。怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。強情なやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。